旧広島県港湾事務所は、広島県広島市南区宇品にある遺構、広島県土木局の独立機関で、広島港を管理する広島県港湾振興事務所の旧庁舎。もともとは、広島水上警察署や、地上2階建ての木造建築で、広島に現存するものとしては、唯一の明治期に建てられた公共建築。1945年原爆被災した。 被爆建物でもある。八百八十一年に設置された広島水上警察署は、八百八十七年に宇品島の広島市編入に伴い、広島警察署宇品文書が併設される形で宇品町に移転した。八百九十四年七月、日清戦争勃発。同年八月宇品線開通、宇品が平坦拠点となり急速に発展していく中で、 警察業務も拡大していく。1909年、この建物が建設され、宇品文書はここへ移ってくる。1926年宇品文書を宇品警察署に昇格し、1937年、宇品警察署に統合される形で、水上警察署は廃止された。翌1938年には、宇品地区の発展と日中戦争の拡大により、 警察業務拡大のためこの建物も増築された。1945年8月6日、原爆被災、爆心地から4 6 4トルに位置した。建物の屋根は吹き飛び、一部の梁は折れてしまうものの、倒壊から免れた。組織再編を余儀なくされ、同年9月には、宇治な警察署は廃止となり、東警察署宇治な警部補発出所となった。その後、 警察法施行に伴い、広島市警察、広島市宇品警察署、広島県警察発足に伴い、広島県宇品警察署に解消した。1964年4月宇品東4丁目に、新庁舎が竣工、移転し、広島南警察署に解消した。空き家となった、この建物を、旧陸軍運輸部構内に今日構えていた、広島工事務所に、遺憾。 1965年1月に広島工事務所が入庁した。その後、広島臨海工業地帯建設教区、広島公安事務所と会唱、1981年3月西隣に新庁舎竣工したため移転し、ここはその倉庫として利用されていた。1993年、広島市が選定した被爆建物リストに登録された。2010年以降、 老朽化により空き家となっていた。2011年9月、この付近の県所有の空き倉庫が建つ敷地一帯を宇治名デポルトピアと名付け商業地区として、その中で旧港湾事務所も再利用されることが決定した。ただ耐震補強も含めた安全性の問題から2013年現在で民間工房を行っていない状況で国からの補助金を見込んでいたが、 政権交代の影響で打ち切りとなり、結果商用転用は断念することになった。ありがとうございます。